こちらから回されるんですね。ヘアメイクの時からね、密着していかないと、うん、あいいですね。いやー白い可愛いじゃん、髪の毛。ありがとうございます。ありがとうございます。良きですね。可愛い。めっちゃ可愛いですよね、これ。いいね。いいね。可愛いですよね。なんか結構風が海が強いんで、うん、結構ハーフアップがっつりほとんどまとめてます。じゃあめっちゃスプレーしてもらったんですか。顔に見える。上からね、ちょっと様子見に行きます。顔も多分寝てますよ、この人。起きてる？車乗るちょっと前に、ちょっとゆうちゃんにレッドブルを入れるというぶち込みます、ね、ミッションを。最近韓国語が喋れるようになったんですよ。で、すごい、アニョハセヨーと、カムサハムニダと、コマゴーとチンチャーですね。コマゴーってどれなんですか？ ありがとうですね。へー、これだけでチンチャンって返せるんで、皆さん使ってみてください。いや、かっこいい、かわいい。こういうコンタクト、キャリアウーマンっぽいですね。うん、ゆうちゃん、アイライナーなしにしたの？アイライナーに仕込んでるんですか？あ、中に仕込んでるんです。中に仕込んでるんですよ。もうちょっと上げてもいいですか？はい。よく出るんですか？着る上がれないですか？最近はちょっとあんまり履くことが。キャワイイです、とても。キャワイイです。キャワイイ、私今日キャワイイんで。こういうスタジオの写真とかあんまでも撮らないですね。あんまり最初椅子は探して、うん、そうで、こういう風景を探したね、はい、っていうのはする前に。落ちやすいんです。すいません。全然大丈夫です。じゃあ行きます。少ししたら首を右にちょいと。したら目線を少し外の3階あたり。パンツスタイルですね。素敵な髪とメイクで、ね、今日はやっぱこうやってね、パンツスタイルにするとね、ちょっと今日キャリアウーマン的な感じでなったりするっていう。最初、じゃあこういう感じと、で、ちょっとこう2人が見合うような感じ。その2人ともちょっと見合ってます。あ、いい、仲良さそう。めっちゃいい、めちゃくちゃいい。来ましたね。ここはもうご覧の通りハワイです。すぐ嘘つく。青と緑があるんで、はい、そうですね、ここはやっぱりかの有名なハワイという場所ですね。お、ゆうちゃんもお着替え終わりました。ゆうちゃんは次はスカートになりました。ドレスですね。皆さん、今から崖っぷちに行って撮影をしに行きたいと思います。火曜サスペンス劇場ですね。そうです、楽しみです。ちょっと肌寒くはなってきたんですけど、まだ元気です。お、まだ大丈夫です。標高 29.7m。 こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとユです。今日はなんとこの素敵な私たちの思い出のムービーを作りに来てます。どこの島に来てます？城ヶ島公園で、今から崖っぷちに行って動画を撮ってきたりとかします。いや、
や空気が美味しいね、空気がね、美味しい、なんか、なんか飛んでる、まるでニュージーランドに来たみたいな、はい、ここはニュージーランドです。見てください、あちら超海綺麗じゃない、本当に綺麗、あれ海だよね、すごいよね、見てください、ゆうちゃん珍しい。じゃあ下から行きます。はい、じゃあ今からプレイしていきます。これでちょっとこう 歩きながら行きましょう。まずでちょっと歩いてもらって激寒だよ。で、ドレスは持ちながら持っててもそんな違和感ない。おお。開き、かっこいい。お、踊りそう、踊りそう。おお。踊れる、踊れる。踊れない。ちょうどぐらいに。オッケー。かわいい。かわいい。このちょこんと。どうですか、レイヤーは。いいですね。いや、すごいですね。あ、17時じゃないですか。4時半か。かっこいい。太陽が最高の時間帯になりました。なんやこの場合は。おお、すごい。いや、場合がわからんくなってくるな、こんなおしゃれなことされたら。本当。じゃあもう少しかぶります。生地を。違う。最高最高。そうです、そのままで。めちゃくちゃいい。今日のドレスを着て背中出てるのを着れるのもパーソナル1ヶ月やったおかげだと思う。確かにこれがまだ1週間とかだとまだちょっと違いますもんね、絶対。でもこうやってまた撮ったの、え、自分を見てなんか、うわ、やってよかったって今日本当言ってましたもんね、ゆうちゃんも。でもこれがラストです。頑張りましょう。取られてたんですね。はい、取られてたんですか。はい、確かに一番ダイレクトにジェリーが貝殻が貝殻がレイアン力強い。ゆうちゃんいていてっつってレイアン顔色変えず、最初は見つめ合った状態。はい、あったかいもん食べる。ラーメン、ラーメンラーメン。朝から始まった撮影がようやく終わりました。皆さんどうでしたか。今日ぜひこの動画を見た後にもう一回あの私たちの素敵なビデオを見返してみてください。例えばここのシーンだっていうのとかも分かると思うのでぜひ見てみてください。あの同性カップルでもこういったねビデオで思い出を作るとかっていうのはすごく大切なことだし、あのぜひ皆さんにもやっていただきたいので、気になる方はあの概要欄のこちらまでアクセスお願いします。多分きっと素敵なムービーが作れると思います。素敵でした。もう寒さでやられておりますが、はい、あの本当今まで見れなかったような絶景で撮ることができることがあんまりないのと、ドローンを使って撮影とかもしてくれるところが本当に少ない中で素敵なムービーを作っていただけるので、一生に一度の思い出を作りたいなと思っているカップルさん、ぜひ試してみてください。本日こちらの素敵なドレス皆さん見ましたか。こちら前撮り用のドレスですごく着心地が良くて、まあ、胸元とかも、まあ、パッドとかつけなくても綺麗に見えるスタイルだったり、まあ、私みたいなちょっとしたぽっちゃりでもあのサイズとかも調整してくれてすごく着心地がいいドレスです。今日は一日朝から移動を含めてずっと私はこのドレスねいるんですけど、全然大丈夫なぐらいすごく着心地が良くて、とってもね体型もカバーしてくれて可愛いドレスがたくさんあったので、あの私今このドレス着てるんですけど、これねもうすっごい背中開いてるじゃないですか。でこの背中の開き方がめちゃくちゃ綺麗で背中超綺麗に見えたんですよ、うん、で着心地も良くて動きやすかったです。でゆうちゃんに関しては前半パンツスタイルもね提案してくれて、うん、なのでもしボーイッシュなカップルさん
でパンツスタイルがいいなって方にもすごくぴったりですし、あのぜひこのドレスとこのムービーを組み合わせて素敵な思い出を作ってみてください、はい、今回ちょうどプライドウィークということで、皆さんこれから将来を考えている方や、ぜひこういったムービーを素敵なパートナーと撮りたいなって考えている方は、はい、ぜひチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。お疲れ様でした。